ガポールからこんにちは、メルティングポットのユージロです。本日はですね、ウィンドミルの第2弾ということで、返し編です。まあ、返しはですね、結構感覚的に難しいところがあって、それで途中でできなくなって諦めてしまう人も多いんですけども、この動画を見て最後まで頑張ってください。まあ、ここまで見に来たってことはですね、他にもたくさんウィンドミルのレクチャー動画を見に来た人たちばかりだと思うのですが、この動画ではですね、本当に基本的なことをスモールステップでやっていく動画なので、かなり地味ですけども、来月にはウィンドミル連発できるようになれるように、最後まで僕のことを信じて、頑張っていきましょう。それでは早速やってみましょう。はい、ということで本日もアフレコで説明していきます。まずはですね、右チェアの人は左肩のショルダーフリーズをマスターしてください。完全に止まれるようにして、こんな感じで足の形を開脚したままキープできるようにしてください。他にもですね、左足をついたまま、この状態でやることも大事です。この練習が本当に大事になってくるので、左肩のショルダーフリーズマスター必ずしてください。またですね、ショルダーフリーズは、ウィンドミルをするときに必要な体幹のトレーニングにもなりますので、必ずやりましょう。はい、続いて右肩のショルダーフリーズですね。これは崩しの練習をするときにやっていたので、皆さんできるはずです。これも足を自由自在に変えれるぐらい、しっかり練習しましょう。はい、続いてはチェアでグライドする練習をしましょう。この練習はですね、足を上げたまま頭をついた状態で、左手で書いて頭をグライドしてチェアをするという練習になります。これはですね、崩しの練習の時はまだしなくてもよかったんですけども、これから返しや連発をする方は必ず練習してください。むしろこれやってたらもうウィンドミルできます。はい、続いては前回の復習ですね。ウィンドミルした後、こんな感じで横にコテンって倒れてしまう人はですね、グライドができてない証拠なので、もう一回前のステップに戻って、しっかりと崩して、バックスピンに入れるように練習し直してください。この形でも一応できるんですけども、綺麗に返すためにも、心を鬼にして前の練習をしてみましょう。これが前の練習ですね。チェアして、最初にグライドをしてから、グライドをしてから崩してバックスピンに入るって感じですね。すぐできるので頑張ってみてください。はい、ここから、やっと返しの練習です。返しの練習というか地味練です。まず左肩のショルダーフリーズとして開脚します。左足をついて、グライドしながらチェアを刺して、崩すという形になります。これがね、かなり返しのね、左肩に乗せる感覚を養えるので、ぜひやってみてください。はい、ショルダーフリーズ、開脚、左足つく。次重要です。頭をグライドしながらチェアを刺します。そしてそこから崩します。これがね、正しいウィンドミルの軌道なので、しっかり練習して頑張ってみてください。はい、続いて、半次郎からさっきの動きを続けていきます。半次郎をね、知らない人はですね、前に動画を出していますので、そちらもチェックしてみてください。これが半次郎って技です。寝た状態からショルダーグライドに入ってさっきの動きをします。このね、寝た状態からショルダーグライドに入る感覚がウィンドミルの感覚とそっくりなので、この練習を頑張ってみましょう。寝た状態から半次郎をして、ショルダーフリーズです。ショルダーフリーズ、開脚、左足ついて、チェアを刺して頭を少しグライドして崩すっていう感じです。でね、こういう練習は崩す練習にもなりますので、何回も何回も繰り返して体に感覚をなじませてください。はい、続いて後転からショルダーフリーズに入る練習をしましょう。こんな感じですね。ちょっとね、斜め左方向に、倒れながら、後転しながらショルダーフリーズに持っていきます。もうこれももはやね、筋トレですね。前から見ていきましょう。はい、左斜め後ろに転がりながらショルダーフリーズに持っていきます。はい、一見ね、意味なさそうな練習なんですけども、返しはもう本当に左肩のショルダーフリーズがめちゃくちゃ大事なので、
もう何回も何回も練習しましょう。はい、続いては後転の勢いをつけないまま、バックスピンの状態からショルダーフリーズに入る練習をします。この動きがですね、よくウィンドミルの講座で言われてる跳ねるっていう動きなんですよね。でもね、跳ねる感じじゃなくて、足をビヨーンって伸ばすんじゃなくて、足の付け根からちょっと蹴るだけで大丈夫です。むしろね、跳ねすぎると、これからね、ウィンドミルをやるときに、やりにくくなるので、できるだけもう跳ねずに、後転しながら入れるぐらいでやってみましょう。では前から見てみます。めっちゃ地味なな絵ですけども、はい、ちょんぐらいですね。これでできるようになってください。はい、じゃあここからまた地味練に戻ります。先ほどの動きから、同じように、さっきやった動きにつなげていってください。はい、これがめっちゃ大事なんですよ。しかもね、崩しの感覚も養えるし、返しの感覚も養えるし、筋肉も養えるからね。しっかりと、この練習を何度も何度も繰り返してください。はい、ここまでね、地味練をバチバチにやってきたので、次は LA からの入りをやっと説明します。まずこのイヤーンのポーズから、左足を内側に振ります。その足はしっかり伸ばしてください。で、右肘を崩して、で、右足につられた左足が回ってきてバックスピンに入るっていう動きです。初めてやる人もいると思うので、めちゃくちゃゆっくり説明していきたいと思います。知ってる人はもう飛ばしてください。はい、左足を内側に振ります。足は伸ばしてください。それにつられて、右足が来る。って感じですね。で、ここまでできたらですね、少し勢いをつけてやりましょう。腰を前に出しながらやります。腰を前に出して、その勢いを使って左足を思いっきり内側に蹴ります。はい。蹴って、右足がついてくるっていう感じです。で、これもできたらですね、今度はさらに勢いをつけるようにしましょう。まずですね、右足を後ろに下げておきます。で、右足を前に蹴り出す感じですね。蹴り出したら、そのまま膝をついて、お尻ついて、そのまま左足を内側に思いっきり蹴ります。はい。こんな感じでスムーズに回れるようになります。じゃあ最後に一回通常スピードでやってみましょう。はい、こんな感じです。はい、ということで、今度は LA から、先ほどの動きにつなげていきましょう。はい、LA をしてショルダーフリーズ、開脚をして左足ついて、チェアをしながら頭をグライドさせて崩すという形です。でもね、ここまで来たら結構ウィンドミルの返しっぽくなってきました。でですね、今までの練習をしっかりしていたら必ずできるのでやってみてください。この一連の動作が、正しいウィンドミルの軌道なので、体に馴染むまでしっかり練習してください。はい、じゃあ続いては LA からショルダー、そしてチェアへ持っていってください。はい、こんな感じです。これでね、だいぶウィンドミルの、返しに近づいたと思います。でもですね、これはね、悪い例です。なんでかっていうと、ショルダーに行った後に、LA してショルダーに行った後にそのまま横に倒れてチェアに刺してるんですね。はい、そういう人はですね、LA した後、ショルダーに入れてから頭に体重を乗せてチェアに行くようにしてください。するとこれぐらいできると思います。ではさっきの練習を見て、正しい返しの軌道を確認しましょう。ショルダーから頭をグライドさせながらチェアに行ってますよね。ここが本当に大事なので、さっきまでそれをしてなかった人は、そこを意識し直して練習し直してください。頭をするので、やっぱりニット帽は必須だと思います。頭をつかないと、返すときに、ショルダーからそのままチェアに入っちゃうので、こんな感じになってしまいます。では、成功例を見てみましょう。LA から入って、ショルダーを通して、頭をついて、回転を止めずにグライドしていますね。はい、この時、左のショルダー、左のおでこ、おでこ、右のおでこって感じで、地面についています。でですね、この頭をずっと地面についておく練習としてですね、トラックスがいい練習になると思います。結構難しいんですけども、頑張ってやってみてください。こんな感じの技です。
前にね、動画で出しているので、よかったら見てみてください。はい。でですね、よりウィンドミルの返しに近づけるために、トラックスを、内側にね、えぐり込みながら、やるという練習方法があります。この練習はすごい効果的ですので、ぜひやってみてください。できなくても大丈夫なんですけども、まあ、これがあったら、これができたら、綺麗にウィンドミル返せるようになると思いますので、頑張ってください。はい。内側にね、体を持っていく感じですね。でもね、しっかりと頭はずっとついてます。頭をつきながら、そのまま横回転の勢いを殺さずにグライドすることがとても大事になってきます。この感覚が分かってくると必ず、返しうまくいきますので、練習頑張ってください。はい、ここまで来たら、チェアからつなげてみましょう。はい、こんな感じです。では、アングルを変えてもう一回。足はしっかりと伸ばしておきましょう。崩しもね、返しも綺麗に決まるとかなり気持ちいいので、頑張って練習しましょう。はい、ということで本日の動画いかがだったでしょうか。ウィンドミルにはですね、まあ、結構力はいらない、筋肉はいらないってよく言われるんですけども、やっぱりですね、最低限のチェアであったりとか、まあ、両肩のショルダーフリーズであったりとか、チェアグライドであったりとか、まあ、そういう筋力は必ず必要となってきますので、そういう地味な練習をしていくからこそ、きちんとウィンドミルの返しができると思います。なので、今日紹介した練習方法は全部地味な練習ばっかりなんですけども、それをやり込んでやり込んで、来月にはウィンドミル連発できるように頑張っていきましょう。でですね、僕的にはトラックスであったりとか半次郎であったりとかは、感覚をつかむのにすごいいい技だと思いますので、よかったらまたそれができない人は再生リストに行って、そっちも勉強してみてください。はい、ということで、本日もお疲れ様でした。また明日はですね、ウィンドミル連発と、立ちからのニューヨークのウィンドミルの入り方をレクチャーしたいと思いますので、そちらの動画もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。